トラビションでーす。むしゃ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 。みなさんこんにちは。こんにちは。8月10日って何の日か知ってますか？あのハートの日。ハート、そうね、8と10でハートの日ですね。はい、キスマイフット2さんのデビュー日でーす。おーいおーい、おかなの誕生日おめでとう。おめでとう。何歳？25歳。25歳だった。おお、じゃあさ、一発ギャグして。一発ギャグか。誕生日一発目の、25歳のね。俺らフォローするし、俺らフォローしよう。だからそのそうだよ、みんな仲間だし。しずさん誕生日一発ギャグまで3、2、1。バースデーバースデーサプライズバースデーバースデーバースデー。ありがとうございます。最高の気分だった。はい、もう企画やっちゃってくださいもん。はい、企画いってください。ということで、実は今月10日はこちらにある商品、ハーゲンダッツさんの、はい、ハーゲンダッツの日なんです。なるほど。いつもお世話になってます。いい日や。こちらにハーゲンダッツミニカップの8種類を用意していただきました。おい、バニラ、ストロベリー、グリーンティー、クッキー&クリーム、マカデミアナッツ、クリスプチップチョコレート、リッチミルク、ラムレーズの8種類。あーあー、めっちゃあるわ。なんと今回1人1個ずついただけるそうです。マジで？はい、バニラ。ああ、いいね。あ、待って、しめちゃんバニラ派なんだよ。めっちゃ。ああ、待って、俺ストロベリーって言うじゃん。はい、いいね。ああ、取っといてあげたんだ、ストロベリーをね。いただきます。いきまーす。俺このシール剥がす時間好き。わかるわかる。いただきます。いただきます。うん、この時間よ。あー、うめ。自分が国王になったぐらい優雅な気持ちになる。元太早っ。元太早く食べるのももちろんいいけど、徐々にこうさ溶け出してくるさ、この感じよ。この感じを大人になって、ね、もう一回食べてみてほしい。もう一杯あります。8月10日はハーゲンダッツの日。全国一斉ハーゲンダッツ検定。今回はですね、長い歴史を持つハーゲンダッツさんの商品や歴史についてのクイズを出題します。一人司会者、そしてサンさんのね、2チームに分かれてやっていきたいと思います。優勝者にハーゲンダッツさんから超豪華プレゼントがあります。ではね、司会者を決めるんですけれども、本日8月10日は吉田しずや君の誕生日でございます。おめでとう。おめでとう。ということで、しずやに司会をやってもらいます。おええー、大丈夫ですか？何のために真ん中に座らせたと思ってるんですか？何も聞いてないけど大丈夫ですかね。レッツハーゲンダッツ検定。いいんですか？じゃあクイズ始めますよ。おいよ。はい。点数とかももう今日は俺が決めるんで。なるほど。いい回答言ったら、わ、点数いっぱいあげちゃう。俺見てるからちゃんと。はい。オッケー。じゃあ行きますよ。はい。ハーゲンダッツミニカップは冷凍庫から出して常温で少し待って、カップの外側を少し押してへこむくらいになったら食べ頃。この方法とは食感の違うふんわりとろける食感にするある別の方法があります。ほう、どれでしょうか？なるほど。 A、 うちわで煽る。おお。 B、 冷蔵庫に入れる、うん、C、 逆さにして熱湯を 100cc かける。 100cc。 さてどれでしょうか？意外と難しいよね。大丈夫でしょうか？はい。じゃあこちらから。こちらはカイトです。答えをどうぞ。 B。 これは何でですか？ちょっと C がおかしいんかなって。うちわで仰ぐって、やっぱうちわって夏限定なのかなって。あ、まあ確かにね、冬ね。じゃあ続いて、いや、もうこちらがもう常識人がもうしっかり揃ってる3人組なんで、これはもうこちら側も B です。おお。カイト言ったみたいに、やっぱ A、 うちわで仰ぐはやっぱなんか違うな、うん、でやっぱ C は申し訳ないですけどちょっと
アホだな本当に C じゃないことを祈りたいよね。答えは D です。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツおすすめの食べ方、ふわとろハーゲンダッツ。カッチカチのハーゲンダッツを冷凍庫から冷蔵庫に入れてしばらく待つ、うん、その後カップの真ん中にスプーンを刺してスーッと入ったらふわとろ完成。おー、ちなみにハーゲンダッツのおすすめ時間は1時間程度です。だから知らなかった方はね、これを見てね、じゃあそのちょっと試してみてくださいね。ハーゲンダッツを開けると時々現れるハート型のクレーター、ハーゲンハートと呼ばれるアイスクリームが作られるとき偶然に生まれるもので、このハート、このハートです。すげえ綺麗だね。やばいね。はい、とってもキュートなハートですが、何ハートと名付けられてるでしょうか。なんとなく予想できるよ。来てる、うん、じゃあノエルに任せる。予想するって書くわ、うん、俺ハートの天才。予想できる人、本当に、うん、一番得意やから頼む。大丈夫ですか、そっちは。大丈夫、はい、大丈夫ですか、うん、じゃあ次はこっちから。自信はありますか。多分あると思う。自分で俺ハートの神だから大丈夫。ハートの神、しかもすごい怖い。俺ハートの神だから。じゃあ行きます。答えどうぞ。幻。幻？なんで？写真の周りが赤い。まあだからそれ布だよ布。あぶねえ、一緒のチームじゃなくてよかった。敵でよかった。じゃあ続いてこっちのチーム、はい、いきます。こちらドン、パーフェクトハート。ありそう、ありそう。ハーゲンハートだったじゃないですか、うん、だからちょっとカタカナ系でくるのかなと思って。あー、しかももう完璧なハートだしね。確かに、確かにね。答えいきます。答えはパーフェクトハート。すげえ、やったね。え、これすごいよ。やった、これはすごい。ハーゲンダッツでも未だ確認できてない幻のハート。お、幻のハート。イエーイ。ミニカップおよそ1000個の調査をしたものの一つも見つからなかった。あ、もし出会えたらとても幸せな出来事がやってくるかも。お、見たことないわ。パーフェクトな回答だったし、と、うんうん、いうことでこちらにはポイントが入ります。ていうかすごいわ。さっきの第1問は1点ずつ入りました。今回パーフェクトだったんで、俺も驚きだったんで810ポイント2問目よ。なかなかしない。最終問題とかじゃないの。じゃあ次行きます。日本で生まれ海外にも広まったクリスピーサンド。へえ、そうなんだ。実はあるものからヒントを得て開発されたそうです、うん、そのあるものとは一体何でしょうか。 A どら焼き、 B 焼きそばパン、 C タコス。おお、この中から選んでください。で、この回答は相談していいです。おー、あんま読んない。結構悩んでるな。では回答なんですけど、こちらのチームからいきましょう、はい、僕らで相談した答えはこちらです。答えどうぞ。 A のどら焼きです。うん、おー、日本生まれということで、うん、あ、そうね、日本どら焼きは日本の和菓子じゃないですか。そうですね。で、形もね似てるし、そうそうそう、うん、まあ、日本生まれっていうところに引っかかっちゃってね。そうですね、そこ大事ですよ。じゃあ続いてこっち、僕たちはこれです。 C タコス。タコス、なんでですか。現在言ってやるよお前。これはもうなんとなくだよ。なんとなく。でも締めが見たことあるって、こういう情報をかもしれない、知ってるかもしれないっていう、あくまで俺らも信じきってないけど、確信はしてないけれども、してないけれど締めに任せるね。でも俺らもうあれだから、共同体だもん。共同体だから変えるな。今だよ、変えないよ、変えないよ。現在見えますかこれ。右ランドルト感じゃない。ランドルト感じゃないこの。答えは C。 うわー、タコスです。2001年に日本で初めて販売されたクリスピーサンド、はい、当時新しい驚きのある商品を作るがテーマで生まれ、挟んで食べる、片手で食べられるなど、タコスの便利さから着想を得たそうです。あー、なるほど。ということでこちらチーム正解です。
何点くるかな。はい、500ポイントです。おぉってことで、こっちが811ポイントで、こっちが501ポイントです。まあ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 、おい、まあ、いいでしょ。あ、310だから。創業以来、期間限定で様々なフレーバーを販売してきたハーゲンダッツさん、実は童話をモチーフにしたフレーバーを2018年10月に期間限定で販売したことがあります。不思議の国のアリスと、あと一つの販売された、それは何でしょう。はぁ、あ、はぁ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 。 A 桃太郎、 B 白雪姫、うん、C ヘンゼルとグレーテル。え、俺もう知ってるよこれ。だって俺これ食ったもん、うん、ねえ、俺も食べたと思う。なんで顔隠してんの、なんで顔隠してんの。じゃあ続いてこっちからいきます。じゃあ答えをどうぞ。僕たちが決めたのはこちらです。 C。 おー、 おー、ヘンゼルとグレーテル。なんかヘンゼルナッツっていうのは、うん、ヘーゼルナッツ。ちょっと待って、自信なくなってきて。じゃあこちらの答えは誰が言いますか。あ、まあ僕というかみんなで考えたやつはこちらです、はい、せーの、はい。あ、お、理由はもう簡単です。多分俺は食いました、これ。リンゴ味。リンゴ味、そう。白雪姫はドジ様のキスで目覚めるって話で。答えは D でーす。白雪姫です。童話から着想を得て、うん、ハーゲンダッツ流にアレンジしたアイスクリームデザート、はいはい、商品名は白雪姫のリンゴカスタードとともに、童話の象徴であるリンゴを味わえるフレーバー。でも現在は販売しておりません。期間限定だったね。また出てほしいな。もしかしたら次はヘンゼル味とグレーテル味が出るかもしれない。確かにね。ということで正解はこちらの中です。これはもうカイトのおかげですよ。ということで189点おお。4桁乗りました。4桁に入りました。4万目にして1000点獲得しました。日本オリジナル開発商品にはクリスピーサンドなどがありますが、うん、初めて開発した記念すべき第1号のフレーバーは一体何でしょう。 A グリーンティー、 B 小豆、 C ブラックセサミ。はあ、なるほど。書いてください答えを。うわ、で指名制です。 OK。 相手を指名してください。じゃあまずこちらのチームからこちら指名をしてください。誰が答えるか。元太が堂々と自信のある顔してんだけど、あの自信のある顔は多分嘘だと思うんだよね俺。うん、決まりました。元太氏、はい、決まりました。はい、松田元太さんです。お願いします。お、じゃあこっちも指名してください。相談して。チャカだな。うん、あいつ、ふざけてる、うん、顔がニヤ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 。せーの、チャカ。バラバラだな。宮近さん、答えをどうぞ。あずき。おお、あずきね。じゃあ続いて、元太君。せーの、ドゥン、 C のブラックセラミック。おい、カチカチじゃねえか。え、そうそう、ブラックセサミね。ブラックセサミが何か知ってる？わかんない。どんなボケお前それ。もう白いのか。答えは A グリーンティーでーす。よっしゃ、7年も歳月をかけて開発され、1996年に発売。当時は国内限定だったが、現在は世界各国でも発売される人気フレーバーになりました。日本では1985年から販売が始まった定番のフレーバー、ハーゲンダッツミニカップバニラ。はい、バニラね。およそ35年が経ち、当時と現代では徐々にあることが変化していきました。それは時代やニーズにより変化をしていったのですが、それは一体何でしょう。マジでかけてほしい。マジでかけてほしい。俺もう理由までわかる。だ、バニラこっち得意だからね。しめちゃんいるから。じゃあ自信ありそうなので、こっちからいいですか。俺が答えるんですけど、はい、あのもうほんとちっちゃい幼稚園ぐらいから、うん、もうずっとバニラアイスが大好きで、うん、俺これね 100% 正解してる。マジで。カップのその柄とかそういう、まあ、カップがどんどん変わってってる。おお、はあ、なるほどね。うわ、ちょっとあるかも ねちょっと松あのよく絵まで揃えれるな。じゃあ続いてこちら。あ、もうこちらはあの、はい、もうカイトが、はい、なんとなくこれはね知ってるというか、はい、こちらです。バニラ風味を向上すべくバニラビーンズ等の量を増やした。おお、うん、カイトがね CM で見た時に、
こうバニラ風味をどんどん増やしましたみたいなことをね聞いた気がするっていう気がするだけね。じゃあいいですか。お前も入るんかい。最後の何それ。答えはパッケージのデザインです。今はこちらのパッケージですよね、はい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 、皆さん見覚えありますよね。前はこうなります。こうなってます。確かに見覚えがある。ニーズに合わせより華やかに分かりやすいようになったんです。なるほど、はい、ちなみに味やレシピは創始者の完璧を目指すという哲学によって創業1961年から一度も変えることなく同じままです。ああそうなんだ、はい、そんな CM はなかったわけ。 そんな CM は全くありません。あーやっちったな、ね、あー冷やせ止まんねえわ。でもこれ締めすごいよ。そうね、ピンポイントでね。じゃあ分かりましたよ。500点おお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 その中で日本が先駆けてあることを開始しました、はい、それは今では当たり前のように行われていることなんですが一体何でしょう。おお。先駆けて日本がやってた。うわー、ありそう。まずはこちらのチームから、こちらコンビニエンスストアで販売した。おお。いやでも自信持て。じゃあしめちゃん答えどうぞ。北海道で、トークテーマってことね。ドゥドゥドゥルドゥドゥルドゥって顔の写真でね。これは北海道で、うん、そのハーゲンダッツさんで使うミルクとか、うん、そういうのを作り始めたみたいな。ああ、そう、やっぱね、牛とかね、いっぱいいるからね。北海道産のミルクとかを使っ始めたのがハーゲンダッツさんが一番。そう、うん、なるほどね。答えはテレビコマーシャル。あーなるほど。あー、それまでアイスクリームは子供のおやつというイメージが強く、大人のためのアイスクリームというイメージを打ち出すべく世界で初めて1991年に大人向けのテレビコマーシャルを放送。そうなんだ、なるほど。現在では大人も楽しめるアイスクリームとして愛されています。確かに。まあということで点数を言いますね。なんで食べたいの。じゃあまずこちらの点数からいきます。点数は1001点。おお。すごい。そしてノエルさんチーム点数は1002点。1002点。1002点。おお、やった。ええやったーやったやった。いつの間にか逆転してた。やっぱ最後なんかね答えが良かった。チャカありがとう。ということで、よかった。こちらがご褒美の商品です。いやありがとうございます。イエーイ。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。いただきます。ありがとうございます。ちょ、待って、締めガチ切れした今。まあでも司会進行してくれたしずやくんがねもう腹をくくっておごりましょう。全然怒りますよ。だからみんなで笑顔で帰ろう。やっぱハーゲンダッツさん美味しいからさ。やっほんと Thanks です。これでみんな笑顔。みんな笑顔。それではしずやさん今日の総評をお願いします。ハーゲンダッツがいっぱいみんなでハッピー。以上トラビスマンでした。バイバイ。ちっちゃい頃から知っててさ、なんでこんなに食べてたハーゲンダッツさんとこうやって仕事でコラボするなんてね、感慨深いよね。感慨深いよな。これからもね、そのハゲダツさんとの絆は解けないように。どうぞ。